ご覧いただきありがとうございます。今回はヨーロッパリーグ第2戦レアルソシエダ対オモニア・ニコシアの一戦について予想フォーメーションなどについてお話ししていきたいと思います。はい、明日ですね、日本時間明日9月16日日付変わりまして、深夜1時45分から行われます、レアルソシエダホームですね。はい、レアレアレーナですかね、行われます、ヨーロッパリーグ第2戦はいなんですけれども、まあ前節ね、マンチェスターユナイテッドのホームオールドトラフォードで見事歴史的な勝利をソシエダ挙げてますので、まあ、ぜひここでまあリーグ2連勝という、はい、かなり順調なね、滑り出し行きたいところなんですけれども、はい、で今日もですね、マルカの予想フォーメーションをもとにですね、ちょっと確認していきたいんですけれども、予想フォーメーションがこちらですね、まあ、いつもの 4-4-2 ということ で、メンバーがですね、この予想フォーメーションでいきますと、もう現状の、まあ、一番マックスですよね、選手と、まあ、キーパーがレミーロ、左からアイヘン、スペルディア、アリツ、で右にゴロサベルで、中盤の底に、スビメンディで、左にメリーノ、真ん中シルバで、右がブライス・メンデス。で、ツートップに、久保と、セルロート。ということになってまして。で、僕はね、この後また、中2日で、まあ、ラリーガのエスパニョール戦控えてますので、まあ、結構こう、控え組とターンオーバーして、組み合わせてくるのかなと思ってたんですけれども、まあ、意外や意外、まあ、意外でもないんですかね。まあ、やっぱり本当ベストメンバー、現時点でのもう最適なベストメンバーで来ると。まあ、ただね、試合内容によってはもうすぐこう選手変えていくとは思うんですけれども、マルカの予想ではもうベストメンバーで来るということになってまして、まあ、僕としてはね、こう、控え組中心でっていうよりかはもちろんベストメンバーで試合見れるのはすごく嬉しいので、なのでね、こう深夜起きた甲斐があるなっていうようなところですごく楽しみではあるんですけれども、まあ、前の動画とかでね、コメントいただいてたように、こう、シルバがアイシングであったりとかテーピングとかで結構ね、まあ、年齢も年齢ですから、まあ、心配なところもありますし、まあ、メリーノとかね、含めてこう、本当に、まあ、スイミエンディもそうですけれども、もう全体的に結構フル稼働の状態なので、まあ、ちょっとそこが心配かなとは、はい、思います。でね、前回のヘタフェ戦で、まあ、サディクが大怪我起こしましたけれども、まあ、右膝の前十字靭帯ですね、まあ、これを損傷してしまいまして、まあ、結果的に今シーズンはもう復帰がほぼほぼ無理だろうという状態で、もうかなりね、高額な契約だったみたいなので、もうかなり痛いですよね、ソシエダとしては。このね、前十字靭帯っていうのは、なんかどうやらこう、膝関節の中にある大腿骨、まあ、太ももの骨ですよね。まあ、これと、頸骨っていう、まあ、すねの骨、この骨同士を結ぶ強靭な、まあ、紐みたいな、紐状みたいな、こう、強靭な靭帯みたいでして、ここが、まあ、断裂してしまったと。いうことで、まあ、よくね、宮市選手、今横浜 F マリノスにいる宮市選手がね、ずっと長年苦しんでますし、まあ、前回ね、E1 選手権でも再発してしまいましたけれども、宮市選手をずっと見ていると、結構こう、この怪我って繰り返し癖になってしまうようなイメージがあるので、いや、サディク大丈夫なのかなっていう、まあ、すごく心配ですけれども、このソシエダですね、かなり野戦病院化してきてまして、まあ同じくフォワードのバレネチア、下部組織出身の、まあ、背番号7番の選手ですね、もう満遊戦とか、あと、まあ、ラリーガイさんもそうですね、カディス戦も確か途中出場してたかな、アトレティコマドリード戦も途中出場してましたし、まあ、下部組織出身のフォワードの選手なんですけれども、
こちらもですね、まあ、ずっとこう怪我で苦しんでいて、前節のヘタフェではまあベンチ外だったんですけれども、まあ、結果的にちょっとバレネチアも今回離脱するということで、もう本当にちょっとまずい状況ですよね。もう久保とセルローと、まあ、あとあのアリショーで、まあ、あとまあカリカブルも言いますか、この4人でラリーが EL、あとはまあカップ戦とかも出てくると思いますけれども、回していかないといけないという、かなり大変な状況ですね。まあ、ただ、あの、嬉しいニュースもありまして、初戦の、ラリーガ初戦、カディス戦で、先発出場してました、左サイドバックのリコですね。まあ、確か前半の途中、後半でしたかね。まあ、あの、リコは負傷退場しまして、戦線離脱してたんですけれども、今回のこのオモニア、ニコシア戦で復帰すると。まあ、招集メンバーに選ばれたということで、まあ、このカディス戦見てて、リコすごくいい選手だなと、思ってましたので、まあ、復帰できるのは本当に嬉しいニュースではありますね。はい。で、今回の対戦相手のオモニア・ニコシアという、まあ、キプロス共和国のチームなんですけれども、まあ、正直僕はもうほとんど知らないですね。ほとんどっていうどころか、まあ、このね、三つ葉のクローバーみたいな、エンブレムが、まあ、昔、何でしたっけ、ウィニングイレブンとか、で、まあ、マスターリーグで見たことあるかな、このエンブレムみたいな、そんなぐらいのイメージで、まあ、全然大したことないのかな、というふうには思うんですけれども、まあ、このね、ヨーロッパリーグ、の初戦第1戦で、まあ、シェリフにも3対0で敗れてまして、まあ、今現状では得失点差の関係で今オモニアは、最下位ということになるんですけれども、あんまり正直大したことないのかなというふうに思ってたんですが、まあ、これちょっと調べますと、まあ、ヨーロッパリーグ、今回のヨーロッパリーグの、出場するための予選ですね。で、ベルギーのヘントに対してですね、ホーム&アウェイで戦ってるわけなんですけども、このホーム&アウェイともにですね、ヘントに対して、両方とも2対0のクリーンシートで、まあ、合計4対0で勝利を挙げて、このヨーロッパリーグの出場権を得てるということで、まあ、僕はシントトロイデンとか、まあ、日本人選手が多いので、ベルギーリーグ結構ちょこちょこ見るんですけども、このヘント本当にいいチームなので、まあ、決して弱くない。本当に強いチームなので、このヘントに対してね、ホームアンダーウェイ両方とも 2-0 のクリーンシートってことは、やっぱり、ヨーロッパリーグ出るぐらいのもちろん力はあるというところで、まあ、今現在ね、このキプロスのリーグ戦では主には、今9位かな、まあ、ちょっと低迷してるんですけれども、昨シーズンはこの主には優勝してるみたいで、やっぱりまあチームのある、まあ、力のあるチームだと。はい、いうところで、やっぱりちょっとね、侮れないチームであるかな、というふうに思いますね。はい。まあ、ということで、まあ、ベストメンバーで臨んでくるだろうという、レアルソシエダなんですけれども、まあ、これも得失点差の関係で今、ソシエダは、2位にいてますので、まあ、ここでね、確実にオモニアに勝利をして、まあ、ヨーロッパリーグね、確実に決勝ラウンド進めるのは、まず、4チーム中1チームになりますので、まあ、ぜひね、ここでね、勝てば、ここでオモニアに勝てば、第3戦、それこそね、ちょっとね、ベストメンバーでもなくても、メンバー入れ替えて戦える可能性も出てきますので、はい、まあ、この後のね、国内のラリーガの試合であったり、カップ戦を、まあ、ちょっとね、やりやすくするためにも、ここで確実に勝っておきたいなと。はい。ぜひ勝ってほしいなと思います。まあ、ということで今回は以上となります。まあ、また試合終わりましたら動画の方上げたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。